福島大学食農学類の宮山と申します。よろしくお願いいたします。私はですね、専門が施設園芸になりまして、ハウスとか温室を使って、野菜や花を育てる時の技術開発になります。特にですね、施設でよく作られる作物はトマト、キュウリ、イチゴ、あと花類を作られているんですけども、その関係の栽培技術に関する研究を主に行っております。今日は健全な苗の育成法ということで紹介させていただきます。で、背景からお話ししますと、果菜類ですね。果菜類とは実を食べる野菜のことを果菜類というんですけれども、トマトやキュウリなどの果菜類っていうのの生産現場ではですね、もう今に担い手不足になっておりますし、規模も拡大していっている中で、苗を自分で作らずに、要するに農家自ら作らずに購入するということパターンが非常に増えております。苗はですね、生産現場では苗販作といいまして、苗の出来によって最終的な収穫量が変わると言われているほど非常に重要なものなんですけれども、これをですね、購入するというパターンが非常に増えています。ここで今写真をお見せしましたのは、福島の有名な生産者の写真です。ここ皆さんから見て左側は養液栽培という追加方式を取っているトマトの農家でして、右側は土ですね、土耕栽培というんですけれども、土耕というんですけども、土耕で、育てている事例になります。それでですね、この苗を専門で作る会社っていうのが、増えてきてまして、この苗の生産の会社とか、その苗を専用で作る生産法人っていうのが、あちこちにできています。その苗を生産する専門の会社では、このような育苗システムっていうのを導入している例が多くて、この育苗システムを使うことで、計画的な苗生産が行われています。ここの写真になりますけど、これはですね、苗生産会社の、苗を作っているところの様子なんですけれども、2人は人工光を使いまして、温度、そして日照とか、そういうことを全部コントロールしながら中で、写っているのはトマトの苗なんですけれども、これを作っているので、実際にハウスとかで作るよりも、何日に種をまいたら何日に出荷できるということが計算できて、計画的に作れるという利点があります。実際ですね、ハウスや温室を使うとある程度コントロールできるんじゃないかと思う方も多いと思いますけれども、実際はですね、太陽の光を使っている限り、曇りだったり晴れたりすると、やっぱり苗の生育速度が変わってしまったり、あと水のやり方を変えないといけないとか、そういう微妙なコントロールが必要なんですけれども、こういう人工的なシステムを使うことによって、非常に大量生産が可能となってきております。今日はお話しします、トマトの水疱症という生理障害なんですけれども、近年発生が問題になっている生理障害です。この写真に、被害の状況をいくつか示させていただきましたけれども、最初はですね、葉っぱの裏側にポツポツっとしたこういう変形が起こりまして、で症状が進むとだんだん枯れてきまして、最後には枯れ上がってしまう、こういうような非常に怖い生理障害なんですけれども、この枯れ上がってしまうのがほんの数日で起こってしまうんですね。それ前までは健全だった。それがある条件になったらこういうふうに枯れてしまうというようなことが、現場では起こっております。
これは近年になって非常に顕在化してきた生理障害なんですけれども、トマトの栽培自体は、かなり歴史があって日本で多く作られているんですけれども、最近増えてきたのは、原因ははっきりしないんですけれども、品種がだんだん変わってきている中で、新しい品種が比較的この生理障害に弱いんじゃないかということが推察されています。またトマトに割と報告例が多いんですけれども、ナスとか唐辛子とかジャガイモにも発生するという報告はあります。この水疱症なんですけれども、先ほどの写真をお示ししたように、定食後、常にハウスの中に植えた後でも発生することはあるんですけれども、特にこの育苗中の発生っていうのが多く報告されてます。で、さらに人工孔を用いた閉鎖型苗生産システム、先ほど言った苗を大量に計画的に作るときに用いられるシステムでよく発生するという報告が出ています。このように葉っぱの少しこのぐらいの障害が出るぐらいであれば大きく問題はないんですが、ただこれが生産者のところに渡ったときに、ここからも病気が入っても二次的に被害が大きくなる可能性もあるので、こういうものがあるというような苗はやっぱりクレームの対象になります。で、またどんどんひどくなると、この下にある2つの2枚の写真のように、もう葉が枯れて落ちてしまう。こういう症状が出てしまっても、これではもう苗として使えないなってしまいますので、この生理障害については何とかしなきゃいけないということになります。この生理障害水疱症っていうのは、実は発生メカニズムというのはまだ明確になっておりません。論文もそんなにたくさんは出ておりません。今のところですね、防圧によって細胞壁の破壊の結果ではないかとは考えられています。その原因とかは不明になっています。で、この閉鎖型苗生産システムでの発生というのは、抗原を蛍光灯から LED に切り替えると顕著になるということが分かっています。そしてこの生産システムはですね、もうずっとしばらく前からもう蛍光灯から LED にどんどん変えていくという方向になっているんですけれども、LED に変更すると多くなってきたというのも言われています。あと、発生が非常に激甚となるような品種と、比較的軽微で被害にとどまるような品種があるというのも分かっています。なんですけれども、じゃあ軽い品種を使えばいいんではないかと思われると思いますが、実は最近よく使われているような品種は被害が激甚になるような品種が多いです。東北で今主力品種がいくつかあるんですけれども、そのうちの一番よく育てられている品種は激甚になるような品種です。で、これまでにですね、私の方で、この原因と発生メカニズムの解明ということで、原費の方の支援をいただきまして、実験を行ってきました。で、その中でですね、この木部圧ポテンシャルという値が、乾燥の時に低下して、で、苗に灌水をした後に急上昇すると、水疱症が発生しやすいんじゃないかなということを明らかにしています。グラフ2つ出しましたけれども、品種によって発生しやすさが違うという話をしましたが、ちょっとこの乾水の前後のところの値を見ていただければと思います。この木部圧ポテンシャルっていうのは、マイナスの値が大きいほど、水ストレスがかかっていると考えていただければと思います。この乾燥状態が続いたときに、乾燥する前ですね、水をやる前にどんどん下がってしまう品種が、それほど下がらない品種があるんですけれども、乾燥した後に値が
上がるんですけれども、この急激に上がる品種の方が水疱症の発生がしやすいということが分かりました。あと右側ですけれども、これはLED の下で育てた苗と、あと蛍光灯の下で育てた苗を比較した結果です。先ほどLED に切り替えたことによって、前よりも水疱症の発生が多くなったということを話をさせていただきましたけれども、LED の時と育てた苗と、あと蛍光灯で育てた苗では、LED の下で育てた苗の方が、この値が、木場アーツポテンシャルの値が下がるんですね。で、下がって、水ストレスを受けやすくなって、それを冠水した時に急に上がるという、こういう現象があります。これらの結果から、今のところ推測しているのは、この木部圧ポテンシャルの急上昇っていうのが、細胞の防圧の急上昇をもたらして、その急上昇に耐えられなくなった細胞壁が破壊されて、先ほどお見せしたような生理障害、水疱症が発生するのではないかと考えられます。この木部圧ポテンシャルにつきましては、この水ポテンシャルという値とほぼ水ポテンシャルの値の一構成要因なんですけれども、水ポテンシャルという中では、ほぼ水ポテンシャルの値と同じような動きをすると考えられます。で、ここに下に注釈で書かせていただきましたけれども、水ポテンシャルにつきましては、この植物の木部に外側から水を引き上げるときに生じるポテンシャルエネルギーなので、植物の水の状態を表す値になります。ですので、先ほどこの値がですね、下がってくるということが、下がった方が水ストレスが受けているというふうに考えられます。で、この下がったところから急に上がる、つまり乾燥の時に下がりやすい状態の苗の方が水疱症が出やすいんではないかと考えられます。で、今回ですね、この木部圧ポテンシャルを変動させない、急上昇させないようにするにはどうしたらいいかということで、葉水を行うことを提案させていただきました。で、先行技術につきましては、光源を変える、要するに蛍光灯から LED に変えたことで、出やすくなってしまったので、じゃあその LED を、白色 LED を今使ってますけれども、紫外線が入った LED とかを加えればいいんじゃないかっていうことが先行技術であります。紫外線を LED の中に入れると、LED 自体が高くなるっていうのもありますし、その紫外線が入りますと、栽培資材を傷めてしまう、長期的に傷めてしまうっていうことがあります。なので、今のところ普及はしてないです。で、今回提案する、その水を噴霧するっていうのは非常に簡単な話で、苗に水をパッと霧吹きで与えるんですけれども、この方法につきましては、低コストで、また簡単で、内生産システムのみじゃなくて、定植後も使える技術ではないかと考えております。この木部圧ポテンシャルの値が下がらないようにする、そして変動を抑えるようにするっていうことで、葉水をしたらどうなったかという結果がこれになります。横軸が時間で、縦軸が木部圧ポテンシャルの値でして、下に下がるほど水ストレスを受けていると考えられます。で、この播種して、トマトの種を、まいてから7日目、大体双葉が展開したぐらいから、毎日1回葉水をしたときに、13日目から苗が少し大きくなって、本葉が2枚ぐらい展開した時の木部圧ポテンシャルの値をなんですけれども、まずですね、その葉水をすることに
し続けた苗は、北部アーツポテンシャルが下がりにくいという特徴があります。これはですね、葉水を1日1回ちょっとやることによって根が増えるんですね。で、根が増えるということは、非常に木部は水ストレスが受けにくい苗になっている。で、それに対しまして、葉水をしてない通常に育てたものは下がっていく。で、葉水をすることによって、気孔が開いて、そして木部はポテンシャルが上がります。で、上がって、今度夜になる、夜間、半期ですね。で、次の日の朝、だいたい換水をするんですけども、次の日というか、明期の最初の頃に換水時間があるんですけども、換水したときに、それほど値が変動しないんですが、に対しまして、何もしないと急激に上がると。これによって、先ほどの推測のように防圧が急に上がって、追放症が出やすくなっているんではないかと思います。その結果、これですね、葉水をしているところです。これ、私が実験で葉水を行っているので、霧吹きでさっと、本当に1分、2分で、蒸発してしまうぐらいの葉水を行っています。これが水疱症の発生の状況なんですけれども、こっちに葉水がある方、葉水がない方、葉水がある方、葉水がない方で、それぞれ光源を LED、そして蛍光灯にしたもので試験をしたんですけれども、このように葉水があることによって、葉水がないこと、ない時よりも水疱症の発生が抑えられていることが分かりました。これは写真ですね。これ葉水をした方です。これ葉水をしてない方で、この15日目の LED の下の発生しやすい品種なんですけれども、これは、葉水をしてないものは、葉っぱがいくつか、落葉してしまっているような状況ですけれども、スプレーをしたもの、葉水をしたものは、このような状態で、多少水疱症出てますけれども、こちらに比べると、症状は軽いというのが見て取れます。で、この技術の展開なんですけれども、手作業で葉水を行うほかに、大量に作っているところは、自動で葉水を行う機能を付与すれば、自動化も可能ではないかと考えられます。またですね、栽培中も発生するという話をしましたけれども、栽培施設に葉水の装置っていうのを付与してもいいのではないかと考えられます。で、この葉水をすることで、健全な苗を育成できるのではないかということで、今回お話しさせていただきましたが、水疱症の発生、生理障害の発生の低減じゃなくて、先ほど根が増えるという話をしましたけれども、根が増えるということは、いろんな意味で生育にプラスになりますので、それが健全な苗の育成とか、あとハウス内の園芸作物の良好な生育に寄与できる可能性があるのではないかと考えております。実用化に向けた課題ということで書かせていただいてます。現在ですね、この研究は継続しておりまして、トマトの水疱症につきましては、発生低減が可能なところまでは開発済みなんですけれども、しかし、葉水を開始する生育ステージが一番いいのがどこであるかとか、あと適切な回数はいつぐらいがいいのか、時刻がいつがいいのかっていうことをまだ未解決なので、研究を継続しております。で、今後これらのデータについて、データが蓄積したら、トマトの育苗装置とか栽培装置に適用していく場合に、条件設定を行っていく必要があると思います。あと、実用化に向けてですが、発生率をまだ0%までにはできていませんので、0%にしていくためには、他の技術と組み合わせというような方法とかを検討する必要もあると思います。また、波及効果があるように、
まあ、トマト以外の他の作物での生理障害のへの効果っていうのも実験データを取得していく必要があると思いますので、こちら私の方では研究を行っていくつもりです。企業様に対しての、私の方からの、期待することについて書かせていただきましたけれども、まあ、未解決の事業、事項につきましては、まあ、今回の実験データの蓄積によって、まあ、克服できるのではないかと考えてます。あと、水泡書の提言が期待できる他の技術を持つ企業様いらっしゃいましたら、このハミズと組み合わせるような、そういうものを、ハミズとの、まあ、散水の技術を持つ企業様との共同研究を希望してます。他の技術を持つ他の技術と組み合わせれば、先ほど言ったように発生率ゼロに持っていけるんではないかなとも期待しております。また、あと育苗装置とか植物工場を開発中の企業様、また施設園芸分野への展開を考えている企業様には、この技術の導入も検討していただければと思っております。あとですね、先ほどここには書きませんでしたが、先ほど木部アツポテンシャルという値が変動しないようにするのが重要だということの話をさせていただきましたけれども、この木部アツポテンシャルっていうのはですね、実際に植物体を持ってきて計測しなければいけない値なんですが、この植物体を取らずにもリアルタイムで木部アツポテンシャルに相当するような植物体の水分整理を捉えられるようなセンサーのようなものを開発、またはお持ちの企業様がいらっしゃいましたら、ぜひとも共同研究をさせていただきまして、それの値をもとに環境制御ができるようになれば、より健全な苗を作る、要するに木部アーツポテンシャルという指標をリアルタイムで取れるようなことがありました、センサーで制御すれば、水泡症をはじめとするいろんな生理障害の回避に有効ではないかと考えております。まあ、こちらの方にいましたけれども、まあ、PR ポイントということで、本技術は水泡症などの生理障害の発生の低減が、まあ、可能になるということで、まあ、実用化することによって、まあ、苗生産会社、最初に話をしましたけれども、生産企業とか法人に貢献できると考えております。また安定して苗を作るということで、日本の施設園芸の生産者に対しても貢献できると考えております。また追加の実験とかに行うことによって、まあ、先ほど推測であった、この水泡症の発生メカニズムについても裏付けを取ることでが、この技術の発展に寄与できるのではないかと思っています。こちらの方に知的財産につきましては、このように今、特許出願中であります。問い合わせ先は、研究振興課の、本学研究振興課の横島さんの方によろしくお願いいたします。以上になります。